何でもいいんです。クラシックとか無理だけど。何でも？五十嵐さんの好きな歌とか。好きな歌、あなたの心に風があるなら、そうそう、その曲です。子供の頃よく母が歌ってました。大切な親友、ふみちゃんの話をしよう。だって、この人隕石にぶつかったんです。月の石、なんかこれつけてたら幸せになれる気がする。梅雨草です。草笛にするといい音が鳴るんですよ。ああ、ほらできた。そして、これは今日を精一杯生きる大人のおとぎ話。本当に幸せになる。梅雨草はどこにでもあるありふれた花でした。梅雨草、愛してる。